すごいですね。ついに念願のビニールハウスの屋根が張られました。すごいです。パンパンです。こんなにうまいこと張れるもんですね。おお、すごい。感動ですね。あ、そうだね。均等にもうちょこ。あ、まだ半端あります。まるで職人みたいにやりますね。ってなれたもんすか。何回もやっとるみたいにやってます。なりきるんだ。スピードが違いますね。そう。はい、プロのスピードでした。でしょ。朝まだ白水だけどね。足どっちとか言ってるの。ノーカレー。あ、開いた。感動です。先に何本も入っとるで入りにくいんです。で、なんと獣よけ、鳥よけネットが装着されてますね。いつの間にか。すごい。すごいです。温室になりました。完全に温室になりました。プールの方に来ました。まだ生物入ってないんですけどね。テストフィッシュだけ入ってます。ここ見えないですね。メダカがね、5匹テストフィッシュとして入ってます。ここも勃起しまくってますね。ちょうどこの排水溝から出たところで勃起してます。こちらも廊下も相変わらずいい調子ですね。ちょっと今組み直したんですけど、一回溢れました。ここからえらいことになりましたね。ここに五右衛門風呂の滝口があるんですけど、びっちょびちょです。これ何かわかりますか？オニテナガエビです。これは成魚ですね。素晴らしいです。で、こちらは育成水槽。こんな感じでシェルターをいっぱい置いてます。で、これ地エビですね。ちょっと見てみましょう。わかりますでしょうか。これチエビです。オニテナガエビのチエビ。片方に約250匹入ってると思うんですけど、そうは見えないです。100匹ぐらいじゃないかと思ってしまうんですけど、入ってるんでしょうね。で、現在水温は24度。もうちょっとこの水量に対してヒーターがちょっと小さいんですけど、まあ、こちらにも一応ヒーター2つセッティングしてあります。というわけで現在水温合わせ中ですね。まあ、もうちょっとこれが水温合ってきたら水合わせをしてゆっくりね、水を流し込んでちょっと水調整していきます。ゆっくりやっていきます。落ち着いてきたかなと思って餌あげたんですけど、全然まだ大きい練り餌は食べないですね。メダカの餌はちょっと食べましたね。メダカの餌好きみたいです。でチエビの方はもう探すのがどこにいるのかってぐらいもう全然わかりません。たまに泳いでるやつがふらっと現れるんですけど、小さすぎてどこにいるのかよく分かりませんね。あ、おった。めっちゃ小さいです。これ死んどるかな。これ落ちとるな。なんと共食いしてますね。おそらく共食いというかね、死んだ落ちてしまった子を食べてるんだと思うんですが、まあ許容範囲なんですけど。